はい、交通の方趣味部屋へようこそ。今回ね、ご紹介するのはこちらです。大きいな、ちょっとドドドンとね。はい、メガトレショップさんからね、来ました GEM シリーズです。リミックスナルトシップで聖天体制渦巻きナルトということでね、こちらをね、プレ版で購入して、届きましたんでね、ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、まず、ダンボールから、取り出してね、箱を見たいと思います。はい、箱から出し、まあ、箱とダンボールから出して箱も出しました。はい、いやー、めちゃくちゃやばいですね。箱の段階でめっちゃかっこよくないですか、これ。いや、これ箱の段階ですっげえかっこいいんだけど。聖天体制、いや、これすごいね。まあ、やっぱね、孫悟空をイメージしているだけあってね、ここら辺が中華っぽいですね、上蓋が。で、なんかクラマーのちっちゃいの、かわいいのがすっげえかわいいのがいるけどね。これはすごいキュート、すごいキュート。で、4尾の、孫悟空。そう、4尾の孫悟空。まあ、聖天体制イコール孫悟空なんだけどね。なので、孫悟空と聖天体制、孫悟空になっちゃう。はすごいね。ボリューム、横のボリュームがね、ほんとね、すごいあるんですよ。まあ、後ろ、これもそうだね。で、皆さんね、まあ、これから多分出てくるとは思うんですが、一番注意してほしいのがね、最近ね、GM シリーズ、特にナルトに関しては偽物が多く出回っております。なのでね、皆さん、ここに、ピエロ、でかい、書いてあるね、版権シールがあります。はい、こちらですね。これを貼ってあるかどうか見てください。まあ、貼ってあれば、まあ、ほぼほぼ、まあ、正規品だとは思いますけどね。まあ、中にはね、きれいに剥がして貼り付ける、姑息なやつらもいますけどね。大体この版権が貼ってあるかどうかまず確認してください。で、この、聖天体制バージョンの場合は、版権紙がここの位置に貼ってあるってことですかね。なのでね、皆さん、本当ね、そこら辺気をつけて、結構ね、被害に遭われている方が多いんでね、注意喚起ということも含めてね、ちょっとそこだけお知らせしたいなと思って、伝えました。はい、ではね、早速ですけれども、箱から出して、そうですね、どうしよう、ブリスター見ていこうか。はい、はい、一応ね、箱から出してみましたけれども、まず箱をね、開けるとね、こう聖天体制って書いてあるんですよね。もうこの時点で、ね、箱だけでもかっこいいよね。はい、で、肝心の、フィギュアこういう感じで入ってますね。4尾の、孫悟空と、聖天体制のナルトで、キュートクラマちゃん、はい、で、ニョイボーダね、こういう感じで入ってますね。はい、では早速ね、開封して、組み立てちゃいましょう。はい、いくぞ。リンガ、はい、組み立て終わりました。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、じゃじゃじゃん。いやー、めっちゃいい、半端ない出来だね。かっこいいわ。これ4尾の孫悟空もすごい迫力。うわー、
てキュートなクラマちゃん、かわいいねこれ、うん、もうナルトを見てる感じだね、うん、いやーすごいね。でナルトの方はいやーすごいね、躍動感もあるしね、やっぱこのねもうはっちゃけた感じ、うん、やっぱ孫悟空っていうのが合うねナルトは、うん、いやーすげー、この顔もね、はい、よく見ていくと、うん、いい表情だね、ちゃんとアイプリントがねされてますね。おそらくね偽物はねアイプリントとか結構雑になってると思いますんでね、そこら辺でもすぐ分かるかもしれないんですけどね。いやーいいねこのナルト、うん、うわー敵がすげえなこれ、思ったよりねボリューム感があってね、うん、いいですね。いやこのね4尾の孫悟空とのこのコラボレーションみたいな感じがいいよね、今までにない、うん、いやーこれはいい、ただ私のねカメラではねスマイル検知がされてないのはなぜか、うん、スーパーセイヤ人じゃない、あのブラック悟空ブラックの時はねスマイル、あ悟空ブラックでもねえか、うん、何かがすごい言ったな、まあ、それは前回の動画とか見てくださいね。いやーこれはこれは想像以上の出来ですわ。やっぱねこの GM シリーズはねほんとねすごく出来がいい、メガハウス、うん、いい仕事しますね。はい、ということでね今回はね、これにて終わりたいと思います。ということでね、はい、まあね置いてる場所がね、うん、柔らかいところなんでね、うん、ちょっとねフレームから外れちゃいましたね。はい、ではねこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。